はーい、どうも15秒の奇跡堂 S。 はい、皆さんご無沙汰しております。久々に始まりましたね。今回挑戦させていただきますゲームがこちらになります。ダストボックス。はい、まあ、直訳でね、ゴミ箱ってことなんですけども、このバッグの絵見てくださいよ。写真家なんでしょうね。もうステンレスなのか鉄製なのか何製なのかわかんないですけども、このダストボックスでね繰り広げられるこの展開、皆さんこれからね楽しみなんじゃないかと思うんで、早速ゲームの方進めていきたいなと思います。いくぜ、レディーアンゴー。やべえ、始まり方したよ、このゲーム。何？煙突？煙突じゃないね。我の名は、90年式ステンレス製ゴミ箱。命ある、普通のゴミ箱で、命あるっていうところでもう普通っていうのをね、もう、ベーンと、吹き飛ばしましたけども。命あるゴミ箱であると。うん。命ある時点で普通じゃないからね。うん。じゃあ、早速。ゴミ箱くんの人生をね、我々も一緒に追いかけていきたいななんて思います。ではでは、進めてまいりましょう。ゴミ箱職人であるウジェーヌ・ノルマンディによって、ちゃんと名前をさ、あれだよね。本当にいそうな人の名前を出してきたね。なんか、ノルマンディさんが、我は想像された。これひょっとしたらさ、史実に基づいてんのかもね、リアルに。リアルにこの、何？この式のステンレスゴミ箱を作った方かもしれないね。ゴミを回収する。それが我の使命であり、存在価値である。これは、そんな我のゴミを回収するだけの物語である。あ、じゃあ生活してるこの一般家庭のゴミ箱として、皆さんが廃棄していくそのゴミを、このゴミ箱くんになって収集していくという、そういう物語なのかな？なんだよ、それ。わかんないなぁ。どうやってクリアするんだろう。いっぱいになったらおしまいみたいな、そういうことなのかな。まずはおじいさんに操作説明を聞いてみよう。了解。あ、セーブはできないね。ちょっと待って。落ち葉。へぇ、なんかゴミなのかな、あれ。おじいさん、おじ、ん？おぉ、セーブ。ノルマンディさんか。俺を作ってくれた人だ。どうしたんじゃ。依頼を受ける。説明を聞こう。まずは。操作方法。方向キーを押すんじゃ。またゴミを回収するにはゴミの方を向いて、決定キーを押すのじゃ。なお、お主には手や足が、あ、そうなんだ。扉を開ける段差がある場所を通るといったようなことはできんからな。そうなの？どうやって移動したりゴミを拾っているのかって？わし、ゴミ箱じゃないからわかんない。ノルマンディさんは素直なね。アルプスの少女ハイジの恩師さんのようなね。実は素直で優しい人だったみたいな。依頼を受けると自動的にステージに転送。あ、へぇー。ステージに行って、クリアするゲームなのか。ステージによっては制限、わ、そうなの？残り1秒。残り1秒になるとなの ?0 秒じゃなくて。タイムアップじゃないんだ。少しメタな話なんだが、修正不可なバグが、そうなの？ほう。ゲームオーバーにならずにそのまま進行で、ゲームとして、ゲームとしてどうかしら。そこは見なかったことに、ああ、もう見なかったことにします。さっきのを読まなかったことにします。ね。これ見てくださってる方たちもね、もう見なかったことにしていただいて、ね。それで大丈夫だと思います。ゴミの回収方法、決まっている場所がある。うん。ゴミの種類は上に、ほうほうほう、一覧を用意したのじゃ。それを見て確認しとくれ。なお、この一覧にあるゴミ以外にも特殊なゴミが存在する。ほう。その場合は、開始前にわしが説明してやるぞい。ああ、なんか、ちょっと怖いね。電池とかかな。なんか特殊ゴミみたいなのあるよね。うん。ダイオキシンが出るとか。
セーブについて。うん。セーブは話しかけるとできると。コスチュームなんてあるんだ。ステージをクリアすると衣装が手に入るぞ。衣装はメイン画面、つまりここに設置され好きなもんに着替えることができるのじゃか。なるほど。了解。じゃあセーブして、ちょっとこのメガネが気になるね。ゴミ箱。何時が依頼主か。マサ、ケイスケ、ミヤビ、ケイスケ？ミヤビくんの依頼を最初に受けるわけか。バランスのいい天秤ガール。これね、法律の神様が持ってるね。テミスの、あれだよね。はかりだよね。きっとね。はい。依頼を受けよう。はい。今回の依頼人はそこの彼じゃ。あ、みやびです。よろしくお願いします。制限時間はなし。回収するゴミの指定もなし。で、いいかの？あ、はい。では、90年式ステンレス製ゴミ箱よ。あ、名前ないんだね。ゴミ箱だけど、ちゃんと全部言ってあげないと、ノルマンディさんもね、申し訳ねえなっつって思ってくれてんだね。うん。ギョイ。出た。出た。ドクター X みたいな。ギョイ。ゴミ箱が喋ってるよ。聞こえてんだね。みやびくんにも。行くぜ！制限時間はねえみてえだな、ここは。あ、俺の兄弟がいるじゃねえか、あそこに。あの、瓶も、ゴミか？やったぜ！ステージクリア。大体操作は分かったかな？あ、なるほどね。チュートリアル的なね。うん、練習ステージみたいでしたね。これは報酬じゃ。あ、やった！あ、みやびくんからメガネ取っちゃった。ブツブツ交換で仕事を受け負ってんの？おじいさん。じゃあ一回セーブしまして、装備するにはどうしたらいいんじゃ？コスチュームについて。好きに着替えられるぞい。ほう。着替えられるの？どうやって？え？ああ、ああ、ここにある、あ、ああ、なるほど。元々の姿にも戻れると。メガネに着替えます。イエーイ！ついたよ、メガネ。上に引っかかってる。上に引っ掛けるんかい。まあいいや。はい。じゃあ次はこいつだね。何時が依頼主か。キヨーベシャベッタアベシャー。川崎ゆりか。名前かわいいね。じゃあゆりかちゃんの家に、入らせていただきます。はい。じゃあ行くぞ。行くぜ。依頼を受ける。あ、制限時間あるかな。依頼人は彼女じゃ。川崎です。制限、げ !40 秒だと？ゴミの指定は段ボールじゃ。引っ越したばかりで部屋が汚いので、ここに依頼することにしたんです。90年式ステンレス製ゴミ箱よ。行ってきなさい。心得た！あ、魚いじゃないんだ。キャーベシー任せろ！ダンボールすべて打ち取ったり！打ち、取った、あ、やべ、引っかかるという、引っかかると負けちまうのか。やべ、間に合うか！あら！ステージクリア、サンキュー。お疲れ様！彼女喜んどったようじゃよ。これ彼女から渡してほしいと頼まれてんな。やったー！魔女帽子なんて被ってた？あの人。やったねー。どうしよう、メガネと帽子のコラボでいこっか、じゃあ。くっつけまーす。あ！片方だけ？そうなんだ。とりあえず、じゃあ、どうしよっか。メガネにしよう。メガネの方がいいや。このシュールなね、なんか引っかかってますよみたいな感じがいいよね。
はい、じゃあ依頼を受けます。このうさ耳の姉ちゃんが何時が依頼主か。え、何こ、忍びだマジック？ねえ、マジックで動いてるの？違いますよ。マグネットですよ。依頼を受けます。綺麗な姉ちゃん。忍びだです。篠田です。マジックバーを経営しています。おー、いいね。かわいいな。ノルマンディ殿。おい、ちょしま。制限時間は40秒。回収するのはビール瓶と酒瓶じゃ。仕事を完璧にこなしたら、一杯サービス。あー、もうノルマンディさん行っちゃうね。通っちゃうね。全力で行ってこい。いいな。心得た。頑張ってね。行くぜ。なるほど。うわ、どうする。迷うとアウトだな。し、やべえ、間に合うか。間に合え、よいしょー、クリア。ダメ？そういうことかーい。言われたやつ以外回収しちゃダメなのか。そういうことね。まったく次から気を欲しいの。あんで、その間違えて回収したもんは彼女の下塚の。私物ならくれんか？えへへじゃないんだよ、おじいちゃん。じゃあちょっと一回、やり直す？どうする？やり直せないもんね。わー、多分耳もらえたんだよね、きっと。でもまあ、ここでね、ルールは心得たって感じで。ルールは心得た。さ、次の戦に、臨みませう。京極正城。違うか、京極正樹か。京極だ。物理教師をしている。制限時間は45秒。ゴミは紙くず、プリント、ペットボトル、それと一般的にゴミと呼んではいけないものだ。それらは指導室にぶち込むべきゴミだから。それも人間ってことですか？ということじゃ。まあ、頑張ってこい。受けたまわった。俺どこにいるんだ。あ、いたいた。見てんじゃねえよ、てめえ。こら不良。こいつも不良か。何見てんだよ、じゃねえんだよ。紙くずってゴミ箱、紙くずは違うんだよね、確か。どうだ、いけてるか。あれ、紙くずも。え、嘘。あ、やばい、終わっちゃう。やばい。間に合え。あー、そこに一個。あぶねー。お疲れ様。これ彼から渡してほしいと頼まれてんな。衣装、犬耳を手に入れた。あの姉ちゃんのやつじゃないの、犬耳って。違うのか。じゃあ一回セーブして。うわぁ、一個これ空いてるのが物悲しいね。耳つけるとどうなるんだ。あ、かわいい、尻尾ついてるよ、ほらほら。あと葉っぱをさ、頭に乗せてさ、タヌキマリオみたいなそれはいいか。いや、もうこれ初始貫徹ですな。メガネでいこう。なんだかんだでこれが一番似合ってんだよね。え、なんだ、このゴミ箱と似たようなやつが来た。あれ、依頼人でしょ、あなた。違う。え、次の依頼人来てないよ。
はい。市の市長じゃ。市長。うん。市長から手紙が届いての、なんでも川の清掃らしいんじゃ。制限時間は30秒。回収するゴミの指定はなしじゃ。ただ少し問題がな。水草が生い茂っていてゴミが見えにくいんじゃ。大丈夫かの。ん？心得た。本当に？え？本当に見えないね。あ、そういうことか。なるほど、微妙に見えるぞ。俺には見える、ゴミのありかが。うわぁ、でも意外と本当に見えねえな。これ、お、ここにもある。すげえ見にく。あった。あれ、まだあんの？え？わからんわからん。え？ゴミあった？ゴミあった？今全然見つけられなかったんだけど。じゃあコンティニューで。あれ、何？あ、一回失敗しようよ。一回失敗しまして、この一個上のセーブだったね。だから、とりあえずここは時間オーバーで死んで、ね、猫耳を欲しいね。猫耳欲しいよね。全部アイテム欲しい。欲しい欲しい病にかかっちゃったから、今。一回死にまして、タン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 、タンタン、タンタン。なんとなくね、なんとなく、手持ち無沙汰というか、何もしてない、なくて待つのもね、芸がないんで、なんとなくもう一回クリアしそう、あ、しちゃった。あ、そうだ。この後のね、調査しとこうよ、じゃあ。調査して、市長の川さらいをちょっと、さっき全部取ったんじゃないの？取ってなかったのかな？全然わかんなかったわ。ゴミがあったの。全然気がつかなかったんだけど。まあ、このやり方が一番早いのかな。でしょ？これだと遅いんだね。そらそっか。パン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 ってやんなきゃダメなんだ。じゃあ、まあ、何のことはない。こっから始めるだけの話だ。ということで、依頼を受けて、綺麗な姉ちゃんに一杯おごってもらうんじゃーのくだりをやります。お願いされたもの以外を回収しないように気をつけたいと思います。あの古新聞がネックだったんだね。今回の。おらおら。ほら、あ、やばい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 。やばい、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 やばい。どうだ？お疲れ様。彼女を喜んでいたようじゃよ。うらやましいな。これ、彼女から渡してほしいと頼まれてね。衣装、うさ耳を手に入れた、やったぜ！ありがとうございます。おーい、うさ耳ゲットーン。取りましたよ、姉ちゃんのうさ耳。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。かわいいじゃん。でもね、この三浦康子さんスタイルでね、行きたいと思います。三浦康子さんスタイルで、行きます！康子、行きまーす！ここはね、もう、俺たちは何回もね、クリアしてきた面なので、全然余裕でいけるんですが、この次だよな。次の市長の案件がすげー難しいわ、多分。全部拾いますよ。全部拾っ
て、おお、あー不良がいた不良がいた、やべやべやべ、なんだかんだで時間がやべえぞ、あぶねー、ギリチョーン、ギリチョーンとか言って、よっしゃよっしゃいいよ。で、まあ頭をねもうセーブしちゃっていいよね。で、あらかた揃い始めてます。皮さらいがね難しいけど頑張っていきましょう。 OK、 この辺になんかなかった？ないか。やばいぞ、急げよ急げよ、俺これ、まだある？え、なくないなくない？え？え？え、なくない？あったあったあった、ここ、これ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 、こーこーこーむずーちょっと待って待って待って、これは何回もやり直すパターンかもしれないぞ。負けるわけにはいかんのじゃーい。取ったよ、取ってるよ、いいよいいよ、いい感じよ。 OK、 これでクリアじゃない？ OK。 え？ノルマンディ殿がいない。え？どこ行った？あれ？あ？アキスや、俺の大事な大事なお着替えセットがない。どこに行ってしもたんや、ノルマンディ殿。こんなところに通路なんてあっただろうか。ヤカさん、おまけボードへ。ノルマンディ殿。え？ノルマンディ殿？え？あ、なんかボタンがある。あ、なんかティアラみたいなやつがある。でーでーでーん。なるほど。でもまあ、三浦康子スタイルが一番かっこいいもんね。あ！すげえ！サンタになれる、ほら！ほら！かわいい。かわいいよ。でも三浦さんが一番かわいい。はい。そんな感じでいきましょう。作者の制作ノートです。どの項目について、あ、なるほど、もう完全にクリアできたわけだ。最後の面難しかった、ゴミ箱について。1年前に作ったゲームが原因です。1年前に作ったホラーゲームであちこちにゴミ箱を設置しま、ほうほうほう。最大の特徴はゴミ箱屋敷。ゴミ屋敷ならぬ。なるほど。動線にゴミ箱配置されてて、避けるのが面倒であると。なるほど。じゃあゴミ箱メインにしちゃおうと。そういう発想で生まれたのが。いや、いいね、この発想の転換。転換ではないけど。挑戦を受けたわけだ。コメントのね。うん。素晴らしいですね。ですが最後にはみんなさ、あ、賛同してくれたんだ。友人は私を病院に連れて行こうとしてます。ゴミ箱が主人公というぶっ飛んだ発想をしましたが、作者の頭は正常です。しっかりと。ね。文章はね、しっかりしてるから、ちゃんとした、天秤が傾いて、あ、もうテミスの盾ごとじゃなくて、テミスのあれじゃなくなってんだ。なんか怖いな、何？このさ、非常口が二つあるのが怖いね、なんか。どうしたんじゃ？セーブをします。セーブして、で、説明を聞かない。これ聞いた。おまけについて。ここではフリーとチャレンジモードが選択できるぞい。フリーモードはその名の通り自由にゴミを回収できる。制限時間はなし。人ゴミもゴミとして考えていいぞ。おい、人ゴミってお前そういう意味じゃないからな。フリーモードを終わるときは、とりあえず一番大切な大きな階段を調べるのじゃ。チャレンジモードでは作者がボツにしたステージで遊べるぞい。ボツにしただけあって内容はイライラするものばかりじゃが、全部で3つの、そうなんだ。うん、うん、うん。
フリーでやりたいなら鳥、チャレンジしたいんだったら天秤の方に、の非常口から出てくださいと。あ！何も考えずに押しちゃった。エンディングになっちゃった。終わっちゃった。はいどうもー！フリーモードとかね、チャレンジモードとかをやるでもなく、ラストボックス、これにて終了となります。皆さんお付き合いいただきましてどうもありがとうございました！バイバイ！ということなんですが、こちら YouTube の方で、チャンネル登録して、ゲームの、高評価、いいね、随時お待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さてね、次は一体どんなゲームで皆さんとね、お会いできるのか、また楽しみにしていてください。あるいはですね、なんかこのゲーム、君に向いてるかもしれないからやってみてよみたいなゲームがあったら、そういうのもね、ぜひやっていきたいななんて思いますので、コメントなんかで、入れていただけたらなぁなんつって思いますなぁなんつってね、そういう感じで、はい、それではみんなもね、ゴミ箱は大切にしようぜ。そんなわけでバイバイ、次回を待てー。